ションドクターは言っております。ただいまより本日のメインイベント、世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー、世界ジュニアフライ級チャンピオン、107パウンド4分の3、競泳所属、具志堅雄。青コーナー、挑戦者、世界ジュニアフライ級4位、107パウンド2分の1、韓国정상일대글리돌리자겐さあ、両者が呼ばれました。場内はとにかく1万2000人という大観衆の熱気にあふれております。ここ蔵前国技館、両方ともに23歳という若さ。身長はチョン・サンイルの方が166センチ、具志堅の方が163センチです。リーチはわずかにチョン選手の方が上で164センチ、具志堅は162センチです。さあ、いよいよ第1ラウンドが始まります。白いトランクスがチャンピオン具志堅用高サウスポースタイル、黒いトランクスを履きまして、こうやって見ますと白井さん、公開スパーリングの時よりもチョン選手は足を使える選手というふうに見てよろしいでしょうか。そういうことですね。公開練習の時は、ね、足はあまり使わなかったです。そうですね、やはり、今日の足はなかなか軽快ですね。今日朝10時の計量後、チャンピオン具志堅用高は 200g のステーキ、それからスポンのスープ、サラダ、フルーツ、それからマスタケの炊き込みご飯などを食べました。午後にも軽くチキンサラダを取っております。一方の黒いトランクス、挑戦者のチョン・サン・イル選手は計量後は3本の白い、人参のようですが、白人参というのを韓国から持ってきております。それを生で3本食べて、その他にも2本分のドロドロに溶かしたスープ状になった人参を食べたということです。グニさん、両者の肌の色つやなどいかがでしょう。チョンがいいですね。はい、とにかく具志堅は練習の時には逃げ回っておりましたんですけど、今日はチョンは逃げ回らせないですね。あ、なるほどね。左右のストレートが出ています。とにかく今回の公開スパーリングで目立ったことは、右のジャブ、ストレートが非常に数多く出たというチャンピオンの具志堅用高です。なかなか白井さん、具志堅は第1ラウンドから積極的ですね。そうですね、もうじわじわいってますね。それとね、先ほど言ったように公開練習ではね、はい、レフトの台のリードね、はい、右ですか、右ですね、右のリードですね、はい、ものすごく良かったですね。早くも左の目が赤くなってますね、チョンは。あ、赤くなってますね。やはり右を食ったんですかね。そうでしょうね。チョンのワンツーだけは気をつけないと、はい、右のフックを引っ掛けました。この右のフックを引っ掛けるのは最近非常にうまくなった具志堅です。割合に第1ラウンドは実際相手を見ていく感じのある具志堅の戦いぶりなんですが、今日は非常に積極的、前に出ております。やはりこれもチョンの試合を実際に自分で韓国で確かめた、そういったことがあるんでしょう。左右のワンツー攻撃、ヒックがかかりました。また今度は右のアッパーを交えてコンビネーション、いい攻撃です。今度はボディを攻めます。このあたりもうまくなりました具志堅。両者右の相打ちですが、バランスを崩したのはチョン・サンイル。第1ラウンドからいい打ち合いですが、具志堅の方が的確に、しかも数多く出しています。あ、やっぱり今の右ですかね、平井さん、怖いのは。そうですね、はい、右打ってきますからね、あれはなかなかね、シャープですからね、気をつけないといけないですね。金平会長は右のカウンターをおそらく狙ってくるだろうから、これは注意したいと言っております。第1ラウンド終わりました。郡司さんの採点は10点法でございますけれども、10対9で具志堅がまず第1ラウンドを取っております。赤コーナーがチャンピオンの具志堅用高、
これが6回目の世界タイトル防衛戦ですが、実にプロ入りからわずかに16戦目ということで、大変な早い出世ということになります。とにかく9戦目で世界タイトル防衛して見事にこれを挑戦して見事にこれを獲得したという具志堅用高、白いトランクス。第1ラウンドはまず快調にスタートを切りました具志堅です。よく白井さん、あの調子がですね、はい、試合前に良すぎる年というのは気をつけなきゃいけないという言葉がありますね。よくそういうことありますよ。ですから練習の時いいからね、シャンケバッといくと思ってですね、はい、えらい失敗することもありますから、ね、そうでしょうね、はい、おっとワンツーです。いいパンチを出しました。チャンちょっと右がちょっと入ってますね。スピードあんまりないんですけどね、はい、割に手確認しましたね。そうですね、また右を出しました。また右を出します。この右をやはり警戒しなければいけません。右の服を引っかけました具志堅。この前のロンタイトル戦でもキムの右ストレートを離れてきましたけどね。ああなるほど、やはりあの右ストレートだけは食わないようにしたいですけどね。つまりサウスポーと戦う時のオーソドックスの選手というのはほとんどやはり右を一つのキーとしてくるわけですからね。そういうわけですね。あとワンツー、あ、前左の服が当たりました。しかし右を打ち返した。チョンもなかなかファイト旺盛です。身長リーチともにわずかにチョンの方が上回っておりますが、何せスピードになります具志堅。おそらくこのパンチは相手の目には入らないんじゃないか、見えないんじゃないか。あのストレートが怖いですよ。はい、これですね。具志堅の自信満々の言葉ですが、チョンもなかなか右を振っています。左のアッパー、頭が当たりました。危ない。今具志堅の左、ね、のアッパーですね、あれはとてもいいんですよ ね、 そうですね。今ちょっと、ね、ミスしましたけどね、練習的には良かったですよ。いいですね、はい、あの左は早くもチョン・サンユルが同じを出しています。やはり右のストレート、それから左のアッパー、この辺が顔面的確に当たっているでしょう。右のフックロープを常にしようという感じになっています。チョン・サンユルです。挑戦者スロースターターということですので、この辺り一気に攻めていくか具志堅用高。これまでダウンをしたことはあるけれども、ノックアウト負けは1回もないと豪語しておりますチョン・サンユルです。まあ、要するにね、スロースターターということを聞いてますからね、はい、もう前半に攻めちゃうと、あるでしょうね。あ、危ない。あれはクリストですよ。また右を振ります。具志堅の左がちょっと下がるのが気になりますが、いかがですか、グンジさん。そうですね、下がってますね。右の服を引っ掛けた。だいぶダメージはあると思いますが、はい、そうですね。具志堅がかなり積極的、左のアッパー顔面に当たりました。今の左っぽい、もう一発左のストレート、離れ際にまた左のフックを放ちます。こういう風に非常に最近の具志堅の攻撃は多彩です。ボディーブロー、上行くかと思えば下にも来ます。もう第2ラウンドほとんど時間がありません。右のアッパー突き上げた。第2ラウンド郡司さんの採点はまた10対9と具志堅が取っています。第2ラウンドのスロービデオをご覧ください。左のアッパーといいましょうか、フッといいましょうか、非常に的確に相手の顔面を捉えています。具志堅だいぶ左の目が、左の目尻をどうやらチョンサンイルは切ったようですね。かなり切ってるようです。手当てをして出てまいりましたが、やはりあれも白井さん、あの具志堅の右のストレートが当たってるんでしょうね。そうですね、あの右のストレートかあのフックですね、はい、これが当たっていますね。そうでしょうね。左のストレート顔面に飛んでいます。非常に右を出しています具志堅。左リーブロー、もう一発、非常に正確にパンチが出ます具志堅用高です。今日も第2ラウンドあたりになかなかいいワンツー攻撃を見せましたが、具志堅のこのどんどん前出て攻撃にやや押されている感じがあります。左の目尻が切れています。血が滲んでおります。左のフックをまた引っ掛けました。このラウンドあたり白井さん、ちょっと具志堅の左が多く出てまいりましたね。そうですね、左でやはりあの決めようということなんですかね、非常に積極的ですね。積極的ですね、はい、現在のところ4試合連続ノックアウト勝ち。ちょっとチョンの手が出なくなってきました。出なくなりましたね。右のアッパー、具志堅が打ち合います。
左のアッパー、ガドリゴ、ショットロフレッツ、チョンも左右を取っていますが、あっと、今勝った、これはいい感じだ、左も打つ、チョンも反撃、左のストレート、また左のフックが当たった、右を引っ掛けた、具志堅の猛攻です、具志堅の猛攻、首を引っ掛けてはいけないというレフェリーの注意、攻勢一方、具志堅前に出ます、あっと頭が当たりました、だいぶ左の目は切れていますし、腫れています、左のストレート、具志堅猛烈に攻めます、ボディーブロー、実にいいコンビネーションです、左のストレートがボディーへ、また右のストレートが顔面へ、まあ、ああいうのなんか具志堅も前ですね、前ですね、ちょっと一息でいたと思ったらすぐ打ってきますからね、はい、左のストレート、右、今度はいきなり左からいきました、具志堅のうまい攻撃です、一方的に攻めまくっています、スロースターターのチョン・サンユル、いいように打たれているという感じがあります、右のストレート左、もう一発左、右のフック、もう目が完全に腫れてきました、左の目が完全に潰れました、チョン・サンユル目がね下がりましたね、距離感がこうつかめなくなってるんでしょうね、そういうことですね、左のフック、ストレート顔面へ、具志堅のパンチというのは一発でドンというのではなくて実にじわりじわり効いていきます、右のストレート、左のフック、あのタイトル初挑戦の時のファン・グスマンの顔などもこの具志堅のパンチの力を物語っています、ここで左ストレート、リーマッパーホームがなりました、郡司さんの採点第3ラウンド差がつきました、10対8と具志堅が取っています。なおこの放送席のリングサイドたくさんの遊園地が見えていますが、北極単独旅行グリーンランド縦断という冒険旅行を成し遂げました上村直美さんもこのリング上を見つめています。第4ラウンドに入りました、白井さん、いくらスロースターターでもあれだけ打たれますとね、はいはい、ちょっとやっぱり打たれすぎという感じですね、そうですね、まあ、とにかく打たれましたね、はい、今のようにバランスを崩してしまうこともあります、森田レフェリーがここでストップを命じます、ストップを命じてニュートラルコーナーを指示して、さあこれからドクターに目を見せようというところです、吉田幸雄コミッションドクターが見ていますが、岡部さん、はいどうぞ、チャンピオンのコーナーですがね、はい、平原さんどうぞ、第1ラウンドが終わったところで、チョンの先方はまだ見せかけだと、必ずガンガン打ってくるから気をつけろと、その時に慌てるなと、ところが今のラウンドが始まる前にですね、今度はボディを徹底的に攻めろとこういう指示が飛びました、なるほどね、スタミナは抜群と言われているチョン・サンユルだけに、いつボディーブローをするかというのがこの赤コーナーの指示だったわけですけれども、目を切っているということで、白井さん、このあたり目をまた重点的に攻めたいというところもあるでしょうがね、それと下がってますからね、ちょいと見えないんじゃないですか、そうですね、こうなりますとね、もう一つの手を維持してますからね、破れかぶれでね、打ってくるかも分からないですね、なるほどね、またボディーブロー、今のボディーブローを曲がった、今度は顔面へ、またボディーブロー、やはり指示通り、具志堅は左をボディーへ叩き込んでいます、左右のアッパーから左のアッ左右のフックから左のアッパー、両位置知っていることがありますからね、はい、ここで振りますまた相打ちになりかけましたけれども、具志堅の方がスピードがあった、右のフック体勢で変えた、チョン・サンユルが攻めていきます、しかし2発ぐらいで攻撃が止まってしまいます、左の目は完全に塞がっています、チョンもですね、まだまだ調子が出てないんですね、 そうでしょう、そこをねガチャガチャと打たれたでしょ、もう本当に動揺してるわけですね、ですからちょっと調子のつくのがですね、時間がかかるようですね、そうでしょうね、そういった意味でここで冷静にボディを攻撃をしておくというのも一つのいい作戦ですね、そういうことですよね、左の服、こういった接近戦でもあるいは離れても非常に的確ないいパンチがスピードに乗ってブーンという感じで繰り出される具志堅のパンチ、
具志堅がまた左右に足を使ってボディをまた狙っています。第4ラウンド、今までのラウンドに比べてこのラウンドは比較的静かな感じです。ワンツーストレート顔面、ボディーブロー、左のストレート顔面、今アッパー空振りがあったしかし、ダウンだ、ダウンを取ります、ダウンを取ります。ちょっと足が引っかかった感じもありましたが、ダウンを取ります。カウント8、カウント8です。順次さんの採点は最高の差がつきました第4ラウンド10対7と具志堅のラウンドです。第4ラウンドの具志堅の猛攻をご覧ください。顔面ちょっとガードが高くなる、少しこう突き上げたような感じになりましたですね。それとねスピードがありますね。そうですね、はい、岡部さん、はい、平原さんどうぞ、挑戦者側ですけれども、宮沢さんどうぞ、はい、チョン選手の傷なんですけれどもね、はい、左の目の上長さが3センチ、宮沢さん宮沢さん左の服が当たった、ダウンです、ダウンです。ちょっとどうでしょうか、すぐに立ち上がりましたが、いや選手という感じもあります。今やりたがってませんね、あんまりやりたくないという感じ、ストップストップ。第5ラウンド結局戦意を失いました。これで5試合連続ノックアウト勝ち、そして6度目のタイトル防衛という日本のタイ記録を作ったわけです。具志堅用高、まあ白井さん、あれだけの猛攻されてはね、スローターがちょっとしたどうしようもないでしょう。速攻速攻ですからね、あれではね打たれる方もですね、はい、息つく暇がなかったですね。そうですね、はい、まあ郡司さん、やっぱりなんといってもあの右の速さ、はい、リードジャブの良さ、これは素晴らしいものがありましたですね。右からの左ストレートですか、それからアッパーですか、はい、それから公開練習と同じものを本当ですね、いや本当に恐れ入りました。この放送は蔵前国技館から生中継でお送りしております。ナッパータイムは郡司さん、具志堅がですね、今回は本当に今までない最高の調子で仕上がったと自分で言っていたんですけれども、まあとにかくそれはあれですね、自分の思ってた通りのコンディショニングができて、自分の思った通りの試合ができたという、そういうことはそうないですよね。そうですね、まあ本当に会心の出来と言っていいんじゃないですか。はい、第5ラウンド見てみましょう。まず左をパッと覗かせて、ちょっと待っててね、この辺り左右のストレート、ちょっと腰がここでまず落ちます。もうこの辺で腰が泳いでしまってますが、もう打つ前に倒れてますね。足と腰に来てますね。ああそうですか、自分ではこの右足を出してるつもりなのが出ていかないんですね。そうですよね、いやこうして見るとですね、具志堅のその牙城を破るっていうのはちょっと容易なことではないですね。はい、具志堅のですね、この強いパンチを打ち破るというのは容易なことではないですね。ちょっとね、相手が見当たらないって感じが強いですね、ここまで来ますと。現在1位は1回対戦したリゴベルト・マルカーノですけども、白井さん、やはりあの選手も右ですよね。そうですね、はいはい、あれをやっぱりちゃんとかわしましたもんね、この前の試合で。というか1位はもうやっちゃってるんですからね。1位を指名しろと言っても、ちょっと困りますな。そうですね、まあこれほど一方的な試合になるとは思わなかったんですが、まあ具志堅の力の方が勝ってるということは十分我々認識していたんですが、
チョンもほとんどやることがなかったという感じですが、やはり強いてあげれば平井さん、あの右のカウンター気味のストレート、 そうですね、それから左右のワンツーということですかね。そうですね、右のアッパーとか ね、 右のアッパーね、これなんかも実にあのコートをしてましたね、それとなんといってもね速攻ですね、はい、そしてもう終始ね、相手にもあれですね、あの起き上がる隙を与えないことね、これがもう一つの勝因でしょうね、はい。この後具志堅選手には放送席に来てもらってお話を伺いますが、蔵前国技館からこの放送は生中継でお送りしております。